京応工業地域千葉ポートタワーから袖ヶ浦市の笠上の山から見渡した京応工業地域多数の石油化学プラントが立ち並ぶ京応工業地域は千葉県の東京湾岸に千葉港を中心として広がる工業地域である千葉港、木更津港などの港湾施設がある京応臨海工業地帯臨海部の埋め立て地に鉄工業 石油化学工業などの大規模な工場が集積する。浦安市から福津市まで連なる。代表的な都市は、市川市、船橋市、千葉市、市原市、木更津市、君津市。千葉市に JFE スチール、東日本製鉄所、君津市に日本製鉄君津製鉄所がある。火力発電所が多い。昭和25年、政府制定の国土総合開発法により、 景品工業地帯への過度な集中を防ぎ、分散させることを目的とする。戦後の経済復興と工場誘致、失業者対策をもくろむ千葉県及び、千葉市はこれをもとに千葉県産業経済振興計画を策定し、京葉臨海工業地帯の企画造成に着手した。千葉市は沖合の軍需工場跡地の利用を考え、 朝鮮特需の繊維業界に売り込みをかけたがとんざ、川崎製鉄に白羽の矢を立てた。私有地の無症状と工業用水の確保、免税、大規模港湾の整備、電力確保などの破格の条件を受け、第1号として進出を決定した。戦後、遠く、信濃川系の水力発電を主に頼っていた千葉県は、 新たな電源開発を目指す東京電力の用地、圧線依頼を受けた。昭和29年、東京電力は千葉市西浜城の海面に火力発電所建設計画を提出。埋め立て、千葉郡、蘇我町漁業共同組合との交渉など、右与曲折の末、昭和34年に竣工にした。出力は当時日本一の60万キロワットを誇り、 京葉地区発展の礎を築いた。重工業化の拠点として臨海工業地帯に建設された。競技の千葉港は昭和29年7月開港。昭和40年特定重要港湾指定。昭和61年には千葉ポートパーク完成。平成6年6月コンテナターミナル開設。貨物取扱量は年間約1億5000万トン。 管理者は千葉県国際拠点公安である。括弧内は新出年。名称は当時。ありがとうございます。